さあ仕切り直し、ジャブルキャッシー対、麦絞りバイス。アルカナはキャッシーは定番の風、バイスは雷。さあ開幕アルカナザ牽制して、お互い飛び道具で牽制し合う。シビオド設置して、お、ここでブレイズがチビオドに潰されてしまう。詳細カードのブロッカーがなぜか地上ヒットで裏回ってコンボに行けず、ジャンシー叩きつけてミサイル、さらに叩きつけてミサイル、ポカポカコンボミスって、ジャンシーカウンターミサイル当たってしまい、そのままコンボで終了。勝ったのはヤブルキャッシー。ジャンシーからの置き攻め、突進をかわして勝利を透かしたところにコンボが決まってしまい、さらに設置技が当たり、ブンブンからのファルクス受け身がい投げ、これはひどい。雷当たってコンボ、コンボで決まってしまい、勝ったのはヤブルキャッシー。まあ何か、まあなんかちょっとトラブルがあったようなことが気がしたけど、まあまあいいや。はいはい、じゃあ次はアイランドさんと、ふたとじさんはやったから、アイランドさんとじゃあ2号さんでいいですか。やってるから飛ばすよ。じゃあふたとじさんと2号さん、2号さんやってる。じゃあふたとじさんとこうさんでいいですか。やってる。ふたとじさんとこうさんでいいですか。こう、あれやったっけ。ああやって、ああ、ああ、じゃあ 1P 側がコウさんのエルザー、 2P 側がふたとじさんのカムイ。お互いは先ほどからあんまやるかな変えてない感じですかね。ヒット変身バー、そしてカウンターヒットからちょっと拾えなかった、カウンターヒット締めてガーキャンから、これは昇竜スターがちょっとカス当たりか今のは。裏回り表からのさあ引っ掛けて昇竜、今ジャニー、ジャニー違うな、固めて拾って落として、これは殺しきれない、しかしこれは立ち C かな、渡って1本目選手がふたとじさんのカムイ、2本目エリアルホームギョで締めて、なんかちょっとうさんくさかったけど投げがスカって裏回って EF コーン、これは結構いいダメージ。さあ起き上がったところに攻撃重ねて、そこからまたエリアル、昇竜が勝てない、昇竜じゃないか今のは、あっという間にやられてひととじさんのカムイが勝ち。
くん、まあまあいいや、じゃあアイランドさんとラブリーよ。じゃあ次アイランドさんとラーさんでいいですか。ラーさん、はい、じゃあ次の試合 P 側がラーリリカ対アイランドアンジェ、選択するアルカナが光と魔ですね。ラーさん先ほどまでの風をから光に変えて牽制を当ててからの突撃、空中から引っ掛けて、さあ EF コン補正切ってかっこいいさて牽制牽制、ここか固めて、ちょっとアンジェ距離を離すとちょっと分が悪いか、123ゲートギリギリ当たる、いいダメージ。さあここからアンジェがちょっと厳しいか、固めて裏回ってガードでしのぐ、飛び込んでコナ拾って、ここから EF コン落としてしまい、さっき毒がついてるんで結構体力減らせるんじゃないかな。あーってお互いちょっと当たってしまう。さあどうする、粉巻いて粉巻いて牽制して、牽制当たってしまって1本目選手がラーさんのリリカ、空中戦、やはり空中戦はリリカに分があるか。カウンターヒット、フォア空投げでフォローしてしっかり拾って、イエフコン落としてしまうが毒がついてる。さあ固める固める、空中引っ掛けて空投げは抜けて、そこからしっかり LL 拾って、空中から降りてくるところに差し込んでキャンセルからコンボつないでゲート当たる、ゴストリダメージ持ってってお互い五分五分。ゲージの強はちょっとアンジェが優勢か。さあ画面端空中からかけてバースト、さあここからガードでしのいでカウンターヒット、ここからごっそり持ってって殺しきれない。さあお互いどうする、取ってしまい固める固める、ブックブー、これはガードさせてジャンイン上げて2アンド目選手がアイランドさんのアンジェ、牽制空中から中断、プップップ、これは当たらない。ここからしかしなぜかちゃんと反撃しなかった、落としてセットプレー、しかしガーキャンから綺麗にしのいで宝石当たらない、なんと。さてまでしかしカウンターヒット、突撃突撃めくってお互い牽制合戦か、固めるがしかしこれヒットしてしまう、空中から空投げされて、ここから牽制牽制、空中から近づいてバスト、さあこれはどうなる、入れ替えて、さあこれはちょっとゲージ状況、はいバスト使って打ち上げてもったいなかったか、固めるガーキャンから切り返して当たらない。さあこれ分からなかってきたぞ、さあどうするどうする、しかしこれは牽制当たってしまって勝ったのはラーさんのリリカ。じゃあ次はじゃあ2号さんとエコダちゃんでいいですかね。2号さんは、あ、いたいた、はい、じゃあ1P 側が2号さんのリリカ、2P 側がエコダちゃんコノハ、
まずアルカナ選択はリリカが土、コノハが G。さてお互いこれはどういう戦いになるか。まず間合いを取って牽制していきたいのはコノハかな。しかしリリカは間合いを詰めていく。空中戦、空中から崩してキャンセルがちょっとつかない。スパン、すかしてガード、空中から崩してさらに崩して DF コーン、かっこいい。さあ締めて物いっぱいばらまいて、しかしガーキャンから切り返せなかった。エリアル落としてコパン暴れ、中段崩して、ここからエリアル持ってって、クズちょっと殺しきれない。さあここからどうする。搭載コパン、スパン、ガード、カウンターヒット。さあなんか美味しいんだか美味しくないんだか分かんないけど、裏回ってこれはいい感じに当たった。お互いバーストゲージは満タン。さあどうする。しかし一発当たってしまって、1ラウンド目選手はエコダちゃん、コノハ前に取って物投げて、総裁空中戦、ゲド当たってウィーフコーン、バースト空投げ使って中段、エリアル持ってって、さあ物投げて、これはちょっと崩しとしてはいいのかな。落としてばらまいて、さあここからどうする。空中引っ掛けから落として、はい、これアーマーからのチスパンですね。下段引っ掛けて結局勝ったのはエコダちゃん、コノハ。ガードポイントらしいです。じゃあ次は、じゃあ俺とアイランドさんかな。アイランドさんやってるな。じゃあじゃあ俺とふたとじさんでいいですかね。ふたとじさん、ふたとじカムイ対ヤブルキャッシーで、アルカナ選択は風と献身。これはキャッシー対策の献身か。さあキャッシーどう立ち回る。開幕ジャンプ B で牽制、ジャンシー牽制 B からコンボ、そして置き攻め、ジャンシー8ビーカーのコンボ、そしてまた置き攻め、なぜか鉄球を投げてしまったが置き攻め成功。さあカムイ圧倒的体力差をつけられてしまったが、ここからどうする。ジャンビー総裁、おイエフコンボ、センサーで締めて突進からぐるぐるで返して、はい、勝ったのはヤブルキャッシー。どこか寒い開幕壁作ってコンボ入れて置き攻め、ジャンビージャンビー突進、壁から抜け出せないキャシーが投げで抜け出して、守備音の置き攻めがセンサーで返してがコンボをいかれてしまう。置き攻め失敗してジャンビーで勝ったのはふたとじカムイ。設置のボルテックスが当たってしまい、守備音設置も投げられて、
ハムイのコンボが決まってしまい、ごっそり体力を奪われる。ウルグーが当たってしまい、コンボに行って投げ失敗。 4D からの投げをすかされて、男子ぐるぐるぶっぱパス当たりで、ここで壁を設置する。投げてシビオドの置き攻め、下段卓、ここで内返してバースト。熱い展開に、あー、ジャンエーで締めて勝ったのはふたとじカムイ。じゃあ次はアイランドさんと麦しぼりさんでお願いします。じゃあまず 1P 側麦しぼりさんの場合ですね、 2P 側がアイランドさんのアンジェ。選択するアルカナはバイスがアイでアンジェがマですね。さあまず開幕、間玉出して昇竜、待って空中で空投げさせ、刺して拾って EF コン毒をつけて昇竜使って、しかし空中から中段がちょっと見えなかったが、落として設置して間をつけて突撃拾ってエリアル、これは突撃、しかし下段が刺さって1本目選手がアイランドさんのアンジェ。さあ超アイラマ全部消されて、アイラマダンスがちょっと場所が悪かったが、突撃突撃屈服 EF、 しかし EF 下も逆に EF コン食らってしまい、さあこれどうなる、ブレイズ、さあ2分の1どうなる、当たってしまったまあこれはしょうがないねしょうがないよ。まあまあまあ、魔のブレイズはしょうがないっすよ、しょうがないっすよ。じゃあ次は連戦でいっか。じゃあ 2号さんと、あ、またやってるよ。じゃあ2号さんとアイランドさんでいいですか。はい、1P 側2号さんのリリカ、 2P 側がアイランドさんのアンジェ。お互い選択するのは風とまであまり先ほどと変わりない感じで、まず開幕から EF 飛んで半分削っていく、セットプレー裏回って毒をつけてるからガンガン体力減ってっちゃうよ。さあキャンセルからエリアでつないで落としてセットプレー、きっちり拾って空中、しかし当て身が当たって綺麗に決まって、まず1本目がアイランドさんのアンジェ。お互いゲージ状況はそんな変わりないので、ここからまだワンチャンありますよ。まずコパン刺してキャンセルから叩きつけ、空中はガードされて総裁、粉巻いて粉巻いて粉ヒット、ジャインヒット123、ここから受け身狩りの空投げ、さあどうする、カウナヒット、
ヘリアル続かないが逆にヘリアル叩き込まれて EF コン。さあ減るよ、これはバースト5番5番5番空中から固めて固めて当て身を読んで初のヒット。ここからエリアル123当たらないガードして空中から今度は逆に画面端総裁ジャインガード5番5番ダウン取って、さあここから5番ヒットして、さあこれは殺し切って2本目は2号3のリリカ。ゲージ状況は若干ちょっとアイランドさんの方がいいですかね。交際カウンターヒット、ここからきっちりエリアルつないでちょっと落としてしまってガリガリと削って EF コン屈服。さあ一気に体力削って空投げ受け身がり拾って叩きつけ切り捨て、なんで当たっちゃった。さあお見合い下段刺して、さあどうなる、コンボ入ってしかしバーソーで切り返されて、しかし最後はこの設置技勝ったのはアイランドさんのアンジェ。じゃあ次はコウさんと麦絞りさんでいいですか。コウさん開いた。はい、じゃあまず 1P 側が麦絞りさんのバイスで 2P 側がコウさんのエルザ。お互い選択するは雷と愛。さあまずバイスは雷選択したということは総裁戦を狙っているのか。まずお互い昇竜、これ空が不能でした。刺して空中引っ掛けからカウントヒット、人参植えて5番暴れ、しかし叩きつけられて、これはいい感じに張飛が入って叩きつけ、ここからどうする、すかし下段は当たらず叩きつけ、カウンターヒットからバースト使われて張飛ぶっ破して、しかしこれを下段差し込んで昇竜が当たってしまって追撃入る。さあここからコンボつなげてダウン取って、どうするカウンターヒット、一本目選手がコウさんのエルザ。お互いバースト使っているので EF ゲージがあまりないですね。しかしまず開幕から超飛入れて双剣、しかしちょっと小判が刺さって超飛ぶっ破して壊しからコンボが繋がらない。エリアル叩きつけから超昇竜来るの、叩きつけてから受け身狩りはちょっとできなかったか。 EF から昇竜が入る、追加入ってここから拾ってこれは残る、昇竜すかした、ここできっちり拾って勝ったのがコウさんのエルザ。次は俺でやるかな。じゃあ次俺とエコダちゃんコノハでいいですか。あ、エコダちゃんコノハ対ヤブログキャッシー。さあアルカナ選択は言うまでもなくキャッシーは風、コノハはジデ。お、開幕デモを飛ばして飛び道具で牽制し合う。 4D からの投げを透かしてお互い飛び道具で牽制、
様子を伺ってここでミサイルに当たってしまい置き攻め。かっこいいコンボがおっとミスってしまい、コパン暴れが入ってコノハの EF コンボが決まりと最後落としてしまう。ちょっともったいなかったが、うまくアドバンシングガードで間合いを離してチビオと設置。ここでアルカナを出したところに鉄球が当たってしまい、勝ったのはヤブルキャシー。ここでゴミを撒いて牽制しつつ近づくが、ここでコンボをもらってしまう。置き攻めのボルテックスに当たってしまいと、ここでいいダメージをもらってしまう。地玉を撒いてここから崩しに行きたいが、ちょっと変な技が出てしまい、区内からのここでバースト、飛び道具を巻いて接近して、ここでこのジャンプ攻撃が当たって投げられてしまい、ここで置き攻め、生え続けて切り返してさあどうなる。お互いいろいろとミスってしまってあーっとこれはどうなる。おお勝ったのはエコダちゃんコノハ。最終ラウンド、ゴミを撒いて近寄ってブンブンで切り返されハルクスを外してしまう。コノハの崩し見えない、そしてブンブンが全然当たんなくてコンボをもらってしまい、補正切りをもらってさらに置き攻め、裏回り、これは見えない。ここでバースト、コンボで切り返して置き攻め、ここで百分身。勝ったのはエコダちゃんコノハ。まあ、あ、いいですか、はい、じゃあお店側のご好意に甘えて続けます。じゃあ次は二とじさんと二号さんでいいかな、うん、じゃあ二とじさんと二号さんで、今んとこ二とじさんが全勝してて多分これ優勝候補ですね。さあそれに対して2号さんが1回しか勝ってないので、これはちょっと厳しいんじゃないのかなっていうのが。待って、二とじさんはアルカナも変えないですね。剣心ずっと使い続けて剣心カムリで、2号さんが土リリカ空中戦スプーンヒットして、これ結構いいダメージ操作によって下段刺したが、ちょっとこれはダメだった。コンボきっちり拾ってすかしたが、ちょっとこれガードがされてしまってきっちり
寄って裏回り、切って切ってエリアに持ってってきっちり締める。さあここからどうする。あーまあまあまあガードポイントで耐えたけど一本取られて1ラウンド目はタドジさんのカムイ空中戦土パンヒット。さあガードクラッシュしてしかしここから続かない。石落としてパンチコパンコパンコパン。さあダウン大湯内の土パンでガーキャンからはきっちりガード。しかしちょっと牽制するにはちょっとこれ分が悪いか。バシバシっと切ってここからセットプレー。どうする。はいバイバレでしたとバースト読んでガードさせて、はいこれはガードポイントからきっちりエリアルちょっと続かない。しかしごまかして1、2ここから落ちてきたところをバレバレですときっちり刺して、はい剣の間合いが強いですね。このまま切り殺して勝ったのは二戸さんのカムイ。さあこれで全勝が濃厚になってきましたね。じゃあどうしようかな。あとはこれか。